はい、ゲームコレクターの酒缶です。チャンネル登録よろしくお願いします。ですね、ゲームラボ、2024春夏発売、2024年の、6月の24日に発売となりました。はい、ということでね、僕のところには見本誌、いつだろう、21日かな、結構早めに来てたんですよ。で、いつ発売日かよくわかんないんで、まあでも発売日に動画を出そうと思っていたんですよ。いたんですけど、なんか仕事バタバタしてて気がついたら当日になって、今これね、まあ前からね、雑誌来てるから、いや、先にいろいろ話をして、で、こうね、録画して、それを編集して、当日出せばいいじゃないですか。なんですけども、今、当日撮ってます。はい。ということで、2024春夏、金曜日にはあったね。だ金曜日にあったから、金曜日普通に読んでた。まあまあいいんですけども、まあとにかくね、ゲームラボ2024春夏がこう、ね、2024年の6月24日に発売となりました。で、中身についてね、何か話をするっていうのは特にないんですけど、まあというか、なんとなくその書いてある内容に関係しそうなことの雑談は次回の生配信でやろうと思う。まあ、というか生配信もこの前23日の0時、毎週ね、日曜日の0時から大体1時間以上、まあ場合によって2時間ぐらいね、生配信やってるんですけど、その時に、まあ一応ね、その時にもう触れてはいる、出るよって話はしてるんですけど、次回は7月って言ったけど、6月30日なんでね、6月30日の生配信、0時間の生配信の時にね、ちょっとゲームラボの話というか、に掲載されてる記事に関連して僕が話せそうな内容、話をね、雑談をしようと思ってますが、今日はね、僕が書いたね、内容についてちょっと話をしようと思います。というか、先日ね、ゲームラボさんの、公式の YouTube チャンネルの方で、まあ、いろいろ紙面のね、話とかされてたんだけど、まあ、まあ、まあ、ほとんど紹介されてなかったんだけど、僕の方ではね、これ表紙で言うとですね、セガサターン30周年特集ですね。まず、セガサターン、これ1994年の11月22日発売なので、まあ、まだね、ちょっと、まあ、今年という範疇では30周年なんだけど、まあ、日付的に言うとまだちょっとね、5ヶ月ぐらい猶予があるという、まあ、状況だったりはするんですけど、まあ、次号がね、多分こう2025年末年始になると思うんで、12月に出ると思うんで、その時に多分ね、こう90、てか4月、4の月と、4の年とね、9の年っていうのは、結構記念ハードが多すぎて、混乱するんですよ。ので、まあ、今回セガサターンがね、30周年ということみたいな話です。はい。で、僕がね、この中だとね、SS から生まれたシリーズっていう、これをね、書かせていただきました。で、まあ、いろいろとね、まあ、以前から僕のチャンネル見てる方がね、知ってると思うんですけど、なんとなく3月ぐらいから、なんかセガサターンのゲームをプレイし始めたなっていう感じが、あると思うんですけど、それです。はい。ただ、まあ、当然ね、記事を書くにあたりのね、ゲームの、こう、思い出しみたいなプレイとかをね、やったりとか、あと、ものによっては、このチャンネル内のプレイ動画で、こう、挑戦するためのネタ出しって感じもやってたんですけど、まあ、ということで、実は一部のゲームは、1回分だけ収録してプレイ動画のね、1回分だけ収録して、その続きいつかやろうと思って、こうね、放置してるのが、あと何個かあるんで、いずれね、それを放出する機会が来るかと思います。ただね、意外とね、今回、思ったのが、これ、編集長さんとのね、書くにあたっての雑談、書く前の、というか、記事の提案のね、雑談というか、打ち合わせをしてるときにね、いやー、なんかね、結構ビッグタイトルあるんじゃないかなと思っていたんですよ。まあ、あるんですけど、ただね、こう、難しいのが、今、生きてるコンテンツがどれだけあるかっていうと、ちょっと結構難しかったなというところで、いや、僕からすると、あ、これもあったな、こんなのもあったなっていろいろあって、そういうのを、割とこう、総合的に羅列するような記事にはなってるんですけど、だいたい漏れは、まあもしかしたらちょっとあるかもしれないけど、だいぶ網羅した内容にはなったかなと思うんですが、肝心のこうね、なんか、これこそが今もこう生き残ってるセガサターンっていうと、ちょっとね、厳しい
っていうことを思い知らされる記事になってます。一応ね6ページあって、セガサターンから始まったシリーズといえばで、1ページ目が SS で生まれて SS で消えていったということで、まあセガサターンで始まってシリーズとして2作ぐらいはこう出てるんだけど、その後のナンバリングがこう展開がなかったものが1ページ目で、2ページ目がタティシュでに羽ばたいたセガタイトルということで、セガでね、セガサターンでこうポーンと1作目出たんだけど、その後こうどこ行っちゃったんだろうっていうか、まあまあまあドリームキャスト行く場合もあるんだけど、ドリームキャストじゃないとこに行っちゃったりとか、まあちょっとワープしちゃったりとか、いろいろね、まあっていうかドリームキャスト以外のその先にの、ね、時代に進むと、もう異世界、セガ世界じゃないんで、まあまあそういうタイトルとかね。あとサードパーティー編ねの方がその1その2、ここもね実際のところはもう少し細かくやって出たようなまあ気がするんだけど、なんとなくタイトルをこう変わってるのかな。で5ページ目がセガサターンでは一作だけどというのが、まあ後にねちょっとシリーズっぽい展開もちょっとあったものをポポッと書いてて、で最終ページはねアニメ、6ページ目はねセガサターンの、まあ、単独というかセガサターンで最初に出たかなと、まあ、そういうものをこう扱ったり、セガ以外の会社が出したアニメゲームで、まあ、サターン特有のみたいなものをちょっと掲載していたりします。まあ、実際のところねちょっとここのアニメ関係がちょっと僕弱いので、ここも含ここ一番プレイをねいろいろこうその3月4月ぐらいからいろいろやってて、それがちょっとねプレイ動画で何個か、もしかしたら記事に反映してないけども、今回のプレイ動画で、ね、いくつか上がってるやつとかあったり、あ、まあ、エルフを狩る者たちとかね、あの辺なんかはまあセガサターンで出てはいるんだけど、プレステで完全版が出たり、こうまあそうそう、だからセガサターンでね、始まったんだけども、実はセガサターンとプレイステーションがほぼマルチ展開だったりとかね、なんかそういうタイトルがあって、結構ねこうこれどうカウントしようかなみたいなところ悩んだところがあったりとか、逆にそのアーケード出発のねはソフトはこう切り捨てたことによってね、バーチャファイターとかそういうのが全然こう入ってこなくって、結構そこでメジャー感が薄れた感もあるんだけど、まあとにかくねこんなのがねとりあえずセガサターンから、まあ、生まれたんだぞみたいなところをいろいろとご確認いただければいいかなというような記事になっています。はい。で、さらにですね、ここにゲームボーイマニアックスってあるんだけど、でもねこの下見るとなんか鳥山明ゲーム大体40周年、年始とか、ゲームギアソフトの開発画面とか、こうもう8ビットミュージックスパーアンコールとかね、こうもう関係ない話になってるから、ここしかねゲームボーイマニアックスって話ないんだけど、要するにサタンほどこう細分化した記事内容書かれてないんだけど、このゲームボーイマニアックスの中に含まれるであろう記事も一つ書かせていただきました。どこだ、これだ、はい、ゲームボーイになった有名シリーズたちってこれね やらせていただきました。はい。ということでね、実を言うとまたこれも3月ぐらいからうちのチャンネルのファーストテイクというのをね12時から帯でね毎日、まあ、1タイトル、まあ、何かしらのゲームに僕が1回だけ久しぶりに遊ぶゲーム1回だけ挑戦してゲームオーバーになったらやめるというそれだけのね企画をやってるんですけど、そこにやたらと今ゲームボーイがずっと連発してるの何かっていうと、まあここに絡んでねなんか反映スクリーンショット撮りたいとか自分のプレイ体験的にちょっと思い出してやりたいなと思った部分がやって、まあやってるものだったりしました。はい。ということでね、まあただね4ページなんで本当はね、もっといっぱいページ数あったら、いわゆるゲームボーイ全般網羅して、こう、なんか、いろんな形のゲームボーイから、他のハードとかで有名だったタイトルが、こう、ゲームボーイに流れてきたって話をね、したいなと思ったんだけど、まあ、4ページなんで、まあ、なんとなくこう、いろいろ絞り込んで、こんな有名なタイトルが、こんな有名なタイトルの、まあ、この有名なタイトルが、の関連作品がこう流れてきたっていうようなのを、まあ、4ページでまとめるとしたらどうなるかなと思った結果、なんて言うんだろう、こう、ゲームボーイ初期のね、まあ、例えば、まあ、ここでも記事ではね、実は、まあ、初っ端にマリオラン、スーパーマリオランドちょっと触れたりはしてるんだけど、その、いわゆる、他のハードであったやつがゲームボーイになった時にこうすっかり変わっ
変わってた、なんとなく異色みたいな感じのものを、まあ例えばそうだな、サーガイアとかネメシスとか、まあなんかそういうようなものをもう扱うと思ったんだけど、ちょっとねそこを一回外して、でそのなんだろう、ポケモン以降の基本的にはゲームボーイカラーになったぐらいの頃の、このいわゆるちょっと初期のゲームボーイよりもう少しこうなんかあのもう一回二回目の盛り上がりというか、なんとなく初期のゲームボーイっていうのはちょっと子供向けって割とこうガチッとね固まってた印象があったのが、割と大衆向けにねゲームボーイカラーぐらいからなってきたような印象が個人的にあって、そのあたりからのこうなんかこうね家庭用ゲーム機からのこうアプローチ、あの同じこうタイトルのブランディング持ってきてるんだけども、ゲームボーイカラーでどんなのが出てたかみたいなところのに焦点を絞ったつもりなんだけど、結構分散してるというか、割とこうなんだろう、タイトル上げて終わるような感じにはなってしまってるんですけど、一応こういうのがね、こんなビッグタイトルがの関連作品がゲームボーイの方にこう流れてるよというような感じのね話を、まあいろいろとあの4ページに文章ギューッとしちゃったせいで、あのほとんどゲーム内容のねを触れるぐらいのところまでこう突っ込めない普段のことになってしまったんですけど、一応そういうことをやってますので、ぜひねご興味ある方はここでいろいろチェックして、あったとかねあ記事では触れてないけどリストにこれ書いてあってこれやったことあるとかね、いろいろこう確認ねしていただければと思います。ということで、まああのなんて言うんだろう、あの基本的にゲームラボさんの時に記事書くときって、原稿書くときって割とこうねトリビア系をやるときに割とこうマニアックはっちゃけ系のことをやれるんだけど、どうもこう僕はねこうなんかこういうなんかどっかこうピンポイントを狙って何か書くときにあれが抜けちゃまずいってこうやってしまったせいで、割とこうねなんかデータベースじゃないけどちょっと無機質っぽい気になってしまうのはちょっと反省だなと思ってるんですけども、まあね次のねゲームラボ年末年始2025年末年始2025かな、まあその時にはねちょっともう少し娯楽系の方にこう振った感じでねやれたらいいなと思いつつ、何の記事を書くんだろうというところで、まあ次回もねお楽しみにしつつ、今回はねとりあえずこのこっから半年間ぐらいはゲームラボ年末2024春夏をね秋冬ぐらいまでずっとこう楽しみにね、セガサターン30周年、あとゲームボーイ35周年をねこう満喫していただければと思います。はい、なのであのゲームラボのねこれ結構いろいろね、あの僕は書いてないページね、なんかいろいろとあこういうのあったな、でも僕の視点だとこうだなとかいう話がまあいろいろやれるとしたら、まあ次のね生配信、まあ2024年6月30日のね0時からのね生配信でやると思いますので、ご興味のある方はぜひあのその時にそっちの方も見に来ていただければと思います。はい、ということでねあのまずはあのまだ見てない人はあのぜひ見ましょう、ゲットしましょう。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画やった方がいいよとか、こんな理由でこんなゲームやった方がいいよというねアイデアがある方はぜひコメントください。あと動画の拡散、 SNS での動画の拡散よろしくお願いします。以上、酒缶でした。